皆さんが好きなアニメで最終回までちゃんと放送してほしかったなって思う作品ありませんか？前回ご紹介した金色のガッシュやスラムダンク、ああいった作品って絶対打ち切らずに最後までやった方が良かったと思うんですよ。ということで今回はアニメが過去に打ち切りで最終回を迎えたシャーマンキング、ブリーチ、結界史の3作品を紹介したいと思います。どの作品もアニメが打ち切りになった衝撃の背景がありますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行きます。シャーマンキング、一つ目に紹介する打ち切りで最終回を迎えたアニメはシャーマンキングです。シャーマンキングは武井先生の作品で、週刊少年ジャンプで1998年から2004年にかけて連載された漫画です。霊能力者シャーマンの少年朝倉陽がシャーマンの頂点を決める戦い、シャーマンファイトに参加して、全知全能の力を持つシャーマンキングとなるための戦いを描く物語です。シリーズ累計発行部数は3800万部を突破している同作品ですが、実は過去のアニメは打ち切りで終わってるんですよね。テレビアニメは2001年から2002年まで放映されていて、全64話での放送となっています。しかも旧作アニメは原作とは別のオリジナルストーリーだらけで、展開も全然違います。ですので僕もともと原作から入った勢なんですが、アニメしか見てない友達と喋った時に全く話が噛み合わなくて笑いましたね。その後アニメ見てみると全然展開違うじゃんってなったのはすごく覚えてます。原作の単行本は古い方で全32巻で300話あることを考えると、64話でアニメ打ち切りはかなり早い段階で最終回を迎えていますね。ではなぜアニメは打ち切りとなってしまったのでしょうか。これには大きく2つの説があります。1つ目は原作漫画の打ち切りの影響と言われていますね。これは有名な話ですよね。週刊少年ジャンプに連載されていたシャーマンキングは、物語の後半ではアンケートで最下位近くの順位を取っていました。そこでそれを察知したアニメの制作サイドが、途中で打ち切りにしようという結論が出たのではないかという意見が出ていますね。しかしこれは間違いで、アニメはもともと終わる予定だったという2つ目の説も存在します。アニメ監督である水島さんがツイッターで、シャーマンキングのアニメは打ち切りではなく、逆にむしろワンクール延長したという話もしているため、アニメの打ち切りと漫画原作の打ち切りは関係ない可能性が高そうなんです。旧作アニメに関してはこういった意見が出ています。シャーマンキングは原作も打ち切りアニメも結末が微妙だから、完全版を見ることをおすすめする。いや、マンキンの原作は打ち切り食らって、アニメは本来と終わり方が全然違うっぽい、完全な形でアニメが見たい、こういった意見が多かったですね。シャーマンキングは漫画も打ち切りになっているので、漫画もアニメも打ち切りなことに触れる声が多かったです。しかし2021年4月からシャーマンキングのアニメが完全新作で再アニメ化されています。2020年6月に発表された情報でしたが、1時間足らずでツイッタートレンド1位に入るほど話題を集めていました。ですので現在シャーマンキングの再アニメ化が始まっているんですが、これもファンから賛否両論の声があります。声優さんも前作とほとんど同じでいいですね、オープニングエンディングも素晴らしいという意見があるのに対して、テンポ早すぎて漫画に乗り換えましたといった賛否両論の声が出ています。確かに20年ぶりのリメイクなのに、主役のヨウ以外のキャストはほぼそのままで違和感がないというところはかなり高評価でした。しかしその一方で、展開が早いといったマイナスの声も結構見受けられましたね。この作品は海外にも幅広い人気を誇っていたんですが、再アニメ化されたシャーマンキングはなぜか海外にめっちゃ評判悪いんですよ。ですので古くから知っている人であれば違和感があるかもしれませんが、初めて見る人であれば入りとしてはいいかもって感じですね。映像はすごく綺麗になっていて、古いファンにとっては嬉しい作品だと思いますので、気になる方はぜひ見てみてください。ブリーチ、二つ目に紹介する打ち切りで最終回を迎えたアニメはブリーチです。こちら説明不要かと思いますが、簡単にご紹介します。ブリーチは久保先生の作品で、週刊少年ジャンプで2001年から2016年にかけて連載されていた漫画です。普通の高校生だった主人公黒崎一護があることをきっかけに死神となり、悪霊と戦うというストーリーが繰り広げられます。確か最初の頃のアニメは水曜の19時半から20時みたいな遅い時間にやっていたはずです。累計発行部数は全世界で1億2000万部を突破している同作品。しかしアニメはなぜか途中で打ち切られているんですよね。原作漫画は全74巻まで出ていますが、アニメは54巻の途中までで終わってしまいました。章でいうと死神代行編、ソウルソサイティ編、アランカル編、死神代行消失編、千年決戦編とある中の死神代行消失編まで放映しています。ブリーチのアニメの打ち切りには2つの理由があると言われています。1つ目が視聴率の低迷によるスポンサー離れです。まずブリーチのアニメは2012年3月に終了しました。しかし終了する数年前から、夕方6時からの放映なのに視聴率は深夜アニメ並みで、その低視聴率が有名でした。アニメの最終年度である2011年の平均視聴率は 1.7% で、ちなみにこの時あたりに放送していた死神代行消失編はストーリー全体で考えた際に少し盛り上がり場面が少ないので、もしかしたらそこが原因かもしれません。そんな背景もあって、さすがに視聴率 1% を切るとなると、スポンサーの継続も難しいのかもしれませんね。2つ目の理由が、アニメが原作に追いついてしまったことですね。様々
様々なアニメを終わらせる原因となっているこの理由ですが、ブリーチも例外じゃなかったんですよね。アニメ版最終回366話のエピソードは原作漫画54巻の話で、2012年3月に放映されました。そして原作漫画の54巻が発売されたのが2012年3月だったんですよね。もうこれは完全に追いついてしまってます。2012年時点では千年決戦編がいつ完結するかも分かりませんでした。それならということで、一旦区切りのいい死神代行消失編で終わりにした可能性が高そうです。しかし途中で打ち切ったにもかかわらず、アニメ版ブリーチは意外と好評の声が多いんですよね。久しぶりにブリーチのアニメ見たけど、漫画、アニメ、ゲーム、どれをとっても面白いな。いや、ブリーチのアニメは打ち切りっぽいけど、主題歌も良かったし、最終回も面白かった。あとは続きをやってくれるのを祈るのみといった声が多かったです。確かにブリーチの主題歌かなりいい曲多いですよね。オレンジレンジのアスタリスクやユイのローリングスターは今でも聴いています。そんなブリーチのアニメですが、2020年3月に千年決戦編がアニメ化されることが発表されました。2012年に終了したアニメから約8年ぶりの朗報は激アツ展開でしたよね。コミックは最終巻の74巻まであるので、全て映像化するのであれば最低でも1年ほどはかかるのではないかと思われます。再アニメ化を待っていたファンからは、ブリーチの千年決戦編が決まっているのだから、それまでは何があっても生きようといった生きる希望を見出すような声も上がっていました。僕も含めアニメで本当の最終回を見たがっていたファンは多いと思うので、ストーリーを端折ることなく全編アニメ化してほしいところです。結界誌。3つ目に紹介する打ち切りで最終回を迎えたアニメは結界誌です。これは覚えている人がいると信じて選びました。結界誌は田辺先生の作品で、週刊少年サンデーで2003年から2011年にかけて連載された漫画です。400年にわたって妖怪退治を生業とする結界誌士族の住村義盛と雪村時音が、昼間は普通の学園生活を送りつつ、夜になると集まる妖怪を結界術を使い退治していくという物語です。この作品でかなり印象に残っているのが、敵でカグロっていう包帯ぐるぐる巻きの剣を使うキャラが出てくるんですが、なんかあのキャラとめっちゃ似てるんですよね。まあそんなことは置いといて、同作品のアニメも実は打ち切りで最終回を迎えています。原作漫画である結界誌は全35巻刊行されています。しかしアニメ版は13巻までの内容だったので、だいたい3分の1ほどの内容で最終回を迎えてしまいました。ではなぜ結界誌は打ち切りになってしまったのでしょうか。主な理由は視聴率の低迷と言われています。この作品のアニメはゴールデンタイムと深夜帯での放送がありました。確かゴールデンタイムの時はコナンと一緒に月曜に放送されていたはずです。この2006年10月から開始されたゴールデンタイムでの平均視聴率は 6.9% でした。またゴールデンが終わる最後には視聴率 5% を切っていたそうです。これめちゃくちゃ低いというわけでもないんですが、やはり視聴率が右肩下がりになっていたことが考慮されたんだと思います。その後2007年9月でゴールデンタイムの放送が終わって、深夜放送枠での結界誌が始まります。そこからさらに視聴率は低下していて、平均視聴率が 1.7% まで下がったと言われています。これはアニメが途中で終わりになってしまうこともうなずけますよね。まあ結界誌は固有名詞も多く難しい言葉も多いので、もともと子供向けのゴールデンタイムとは少し違うような気もします。制作サイドの想定する視聴者層と時間帯が合わなかったことが視聴率の低迷の大きな原因かと思われます。結界誌の打ち切りに対してネットではこういった声が出ています。結界誌のアニメは微妙な感じで終わっちゃうんだよね。今でも大好きな作品なのでまたリメイクしてほしいです。いや結界誌大好きだったのにアニメ打ち切りみたいになったのが未だに納得いっていない唯一の欠点、こういった声が多かったですね。結界誌は累計発行部数1200万部を突破しているので、ファンが多い漫画と言えます。ですのでアニメが失敗していなければもっと長い作品になったかもしれません。はい、こんな感じで子供の頃に見ていたアニメの打ち切りの背景って意外と知らないことが多くて興味深いですよね。人気作品であれば再アニメ化することもあると思うので、好きな作品は諦めないで応援し続けたいところです。今回紹介した作品はほんの一部になりますので、他にも皆さんが紹介してほしい作品があればコメント欄やツイッターでいただけますと幸いです。ということでチャンネル登録はお任せしますので、よかったら他の動画も見ていただけると幸いです。ではまた。